小学校6年生の社会科で作らせていただきました。展開1から展開4で大体3時間ぐらいのつもりで作りました。まず、大日本帝国憲法のイメージを持つために、大日本帝国憲法の発布の図に気がついたことを記号や言葉で書き込み、それをロイロノートなどの提出箱で提出させることで、それを共有して、 で仲間同士、大日本帝国憲法のイメージを共有していきました。でその後、まあ、伊藤博文の思いということで、伊藤博文がどのような国づくりをしたかったのかを、大日本帝国憲法の内容から調べていきました。この時はロイロノートのウェビングで書き出し、それぞれ個人個人がまとめていきました。でこののの単元の山場は天海さんの 大日本帝国憲法と日本国憲法の比較のところで2つの憲法を比較することでより大日本帝国憲法の特徴について理解できるのではないかなと考えたのでこのような授業を作ってみましたで共有ノートが私は人好きで社会科特に使ってるんですけれども今回は個人でまとめさせるっていう手もあったんですけれどもあえてハンデシンキングツール ににに視点ごとに班でこうまとでままめてていいくっていう風しましたと、まあ、個人個人でやるのもいいんですけれどもやっぱり班でやることでこう話し合いながら「あでもないこうでもない」って言い合いながらやれるっていうのが、まあ、思考がかなり深まっていくのを感じましたしと、まあ、普段ん、まあ、いつもならホワイトホードでやるところを、まあ、このロイルを使うことで。 まあ非常に動かしやすいですし、まとめやすいので、非常に有効だなということを感じました。で、最後が大きな単元をこう自分なりにまとめて、このプロット図を使って、明治時代のスタートから大日,本大日本帝国憲法成立までの流れをまとめ、で、自分の言葉で説明した動画を作ると。このような流れで授業を組ませていただきました。先ほど共有ノートがっていう話あったんですけれども、 実は他にも社会科で結構共有ノートを使っておりまして、例えば最初の頃ですと、長、ま、篠、あの,の戦いなんかでは、視点ごとに長篠、まあの戦いの描図から分かったことを、ご飯でまとめさせたりだとか、江戸から明治への変化のところも、江戸時代はこうで、明治時代はこうで、どう変わったかなっていうところを。 まととめさせたりとかこれは大日本帝国憲法あと高度経済成長のところでも、まあ、高度経済成長期の特徴的な、まあ、イベントなんかをこうやって班でまとめさせてっていうことをあの結構やってきました、うん、とやっぱり共有ノートだとこう個人でやるのよりも個人でやったあと交流してっていうのはあるんですけれども やっぱりその場で、班でこう話し合ったり、あの子はこう考えてる、私はこう考えてるみたいなのが、やっぱリアルタイムでこう動くので、非常に思考的には深まっているなっていうのを感じているので、共、ま、有、あ、ノートは本当にあの活用させていただいております。で、5分です。はい、ありがとうございます。えっと、ちょっとあの、社会科からずれるんですけれども、あの、あ今、教科担任制なので、私、 はえー、っと6年生全部社会とまた、あ、主に算数ぐらい持ってるんですけど算数でもちょっと共有ノートをすごくこうやって活用させていただいてて、えっと、それぞれの単元ごとに学級全員が入れる共有ノートを作りそこにそれぞれの子どもたちが作ったなんかポイントをまとめたものだったりとかそれぞれの子が作った問題だったりとかをちょっと上げてこう共有するっていうことをやっています。 うんと例えばこれは比例と反比例のところなんですけれどもと私授業の最初にこうローテーションで子どもたちに授業の還元の,その学んだこととかポイントとかをちょっと説明させてるんですけれども、まあ、子どもたちにいろいろでプレゼンを作らせてで、まあ、前で発表させてってやってるんですけどそれをまあ上げてもらってここに、まあ、それをいつでもこうやって見返せる、まあ、子どもの視点で大切なことをこうやってまとめさせてっていうことをちょっとやっておるので。 それにもも活用させててらってますとこれが、まあ、ある子が作ったプレゼンなんですけれどもこれは6年間のまとめの単元で大事な問題だと思ったこの図形の問題をこうやって自分でいろいろでプレゼン作って解説をしているものです。結構クオリティが高い私が思っているよりも結構クオリティが高いものが出てくるし 子どもが子どもに説明するので、なんかこう大人が説明するよりも結構 <laughs> 分かりやすかったりとか、結構してます。であと、いろにこにアンケート機能、このテスト機能もあって、これ結構子どもたち好きで、早く自分のやることが終わっちゃった子なんかは、問題どんどん作って、ここにあげて、他の子と問題解き合うみたいなこともあのやっています。<laughs> ちょっと種が算数の方に傾いちゃったんですけど、 あの社会科でも、うん、と算数でもやっぱり共有ノートのこう活用法っていうのを結構今試行錯誤しながらやっていて、うん、やっぱり全員を巻き込んで授業の中でこう全員を巻き込んでいきたいなっていうことがすごくあるので、まあ、そういう意味からも共有ノートでこうみんなで活動して思考を深めたりさらにレベルアップを図っていけるので、まあ、これからも共有ノート使っていきたいなと。 の持っております。